毎朝6時チャンネルむっちゃ今日使える日本の歴史、毎朝皆さんとお会いできることを楽しみにしております。よろしく。こんにちは。第73世竹内純助ね、竹内睦弘です。今日は5月4日です。5月4日何があったか、実は日本は鎖国をしていたんですが、オランダ人を入れていたんです。その日です。で、出島の形はね、皆さん、なんとね、扇形なんですよ。扇形なんです。なんでかというと、オランダの首都は、実はあのポルダーと言いまして、あの実は結構津波に遭いやすいタイプのところなんで、で扇形の形の都市になってました。それで、オランダの出島も全く扇形にしたんです。まあ日本の扇の真似をしたのかってみんな思ったんですが、違うんですよ。オランダ人たちの首都と同じ形にしてあげたっていうのが日本の真心です。真心ですよ。それをちょっと知ってほしいですね。そうすると、ふるさとを思い出せるじゃないですか。日本は、鎖国といっても、4カ国と一応付き合いありました。まあ、ロシアとも、中国を通じて、もう、結構あったんですよ。実は。ただ、日本の国益を損なってはいけないということで、抑えていたってことです。それは抑えていたってことです。大体この政策は間違ってませんでしたから、良かったと思います。そして今日5月4日は、柔道のトップ、加納治五郎先生がお亡くなりになった日です。加納治五郎先生がお亡くなりになった。1938でございます。しかし、加納治五郎先生は、まあ、講道館のトップであり、柔道を作った方であり、立派な方であると、私も尊敬しておりますが、ちょっとずるいです。柔道と柔術が戦うとき、我が竹内流柔術、私は竹内流柔術ですが、我が柔術が戦うときに、ルールを変えました。うちの得意技を使えないようにしました。うちはまず、殴る、蹴る、省くから入るんですよ。その技を全部ルール違反にしました。こっちの得意技の8割をルール違反にしたんですよ。私は堂々と言いましょう。今柔道のオリンピック選手に戦っても勝てます。勝てますよ。竹内の柔術なら勝てるんです。そんなルールでは戦わんと。柔道のルールでは戦わんからな。覚えとけ。以上、今日の日記でした。